一歩勝ち取りました。そして第2位今フィニッシュ、服部勇馬選手が今ゴールいたしました。はい、改めまして中村翔吾選手、そして福島監督です。よろしくお願いいたします。いろんな方に本当、支えていただいて、スタートラインに立って、今日本当に自分自身のベストなパフォーマンスをすることができたのではないかなというふうに思っています。明日、27歳をいい気持ちで迎えたいという気持ちもあって、優勝して。オリンピック内定が出て、自分自身も一番の誕生日のプレゼントなのかなというふうに思ってます。本当に内定したことは非常に嬉しいです。東京オリンピックを目指したのは大学生の時で、その舞台に達したいと思ってマラソンを始めました。本当、いろんな経験をしてそのスタートラインに立てるってことは嬉しいです。今大会は優勝を狙っていたのですごい嬉しいです。優勝してオリンピックの切符を取ったので、これからしっかりまた切り替えて世界でしっかり戦えるように金メダルを目指して練習に取り組んでいきたいと思います。2位を確保できたというところではほっとした気持ちなんですけれども、やはりかなり後半苦しい走りになってしまって、課題が残るレースとなりました。2回目のマラソンということで、マラソンの怖さっていうのを今回、知ったので、このレースを、しっかりと受け止めてオリンピックでは納得のいく走りをして世界としっかりと勝負できるように、また気を引き締めて頑張りたいと思います。